じゃあここからはですね、私自身がやっている組み合わせを紹介しつつ、やっているとかやっているものとやったことがあるで効果が あるものとあったかなというものをして紹介して、その後に、それに続いて一緒に植える上でこういう考え方をするといいっていうのを2つお話します。でそれぞれ先に言っておくと、まず実際やっているのが現在進行形でエンドウとライ麦、あるいはソラマメとライ麦、これは毎年同じようにやってます。でもう一個過去やってみてよかったと思うのがナスとニラです。はい。でこの組み合わせを考えるポイントになるのが、コンパニオンプランツ、共栄両方良くしようっていうのではなくて、サポートプランツという考え方です。でサポートプランツは今私が考えたんですけど、要はどちらかがメインでそれをサポートする補助の野菜という意味です。なのであくまでメインのものを収穫するためにこいつを植える、こいつはサポート役であって収穫できなくても良い、収穫できたらラッキーぐらいの感じですという風に、コンパニオンとして両方良くしようってすると、どっちかができたけどどっちかがダメってなって、こうやって失敗な感じがするんだけど、あくまでサポートとしてこっちはできなくてもこっちができればいいやっていう、メインさえ良くできればいいやっていう考え方の方がいいんじゃないかなと思うんですよ。でその例が今言ったエンドウライ麦、ソラマメライ麦、ナスとニラです。はい。でこの辺はね後で詳しく話していきます。でもう一つ、こういった組み合わせを考える上で私が重視しているのが物理的効果です。はい。で物理的効果の他に何があるかっていうと、生物的効果と化学的効果、この物理、生物、化学、この3要素っていうのは土のことを考えたり、あるいはその他の気象条件的なものを考える上でも重要です。野菜栽培のいろんな原因、うまくいった原因、うまくいかなかった原因なんかを考えていくときに、物理的、生物的、化学的っていう風に原因を3つに分けて、そこからさらに考えていくと考えやすくなるんですよ。でその点で物理的な効果ははっきり効果が出ます。それに対して生物的、化学的な効果というのは、特に私がやっているのは自然のにおいてはよくわからなくなります。うん。なぜなら生物、化学っていうものは当然生き物が影響し合っていて効果が出てくるので、自然農の場合はその作物以外、栽培している作物以外にも自然に生えてくる雑草とか自然に集まってくる虫たちをそのまま、私の場合は利用するという表現をしますけど、そのまま利用したり、そこにいてもらって野菜が一緒に育つという考え方です。これが単一栽培、基本的に一つの畑には一つの野菜しか植えない、作物しか植えないっていう場合には、それだと生物的な環境が悪くなったりするので、だからコンパニオンプランツのように他の野菜を畝ごとに分けて植えるとか、なんなら一つの畝に一緒に植えるなどをして生物的な多様性を増やしてあげる。それは土の中にしても地上にしてもね。それによって病気や害虫、あるいは連作障害を防ぐという考え方があるんですが、そもそも自然農でやってるともうその辺にいろんな草生えてるんですよ。うん。なので草を生やす、これは自然農というよりは創生栽培、草を生やす栽培方法として考えるといいんですけど、その点においては正直コンパニオンプランツをわざわざ植えなくてもいい。うん。それをすると、今回のようなデメリットが出やすくなる。で、物理的な効果っていうのは何かっていうと、まず、この効果が出やすいのは良くも悪くもなんですよ。で、悪い面を先に言うと、まず、物理的に効果が出る悪い面としては、作業性が悪くなります。一つの畝に複数の作物、特に、形態、背の高さとか葉っぱの広がり方とかが違うものが一緒に植えてあると手入れの手間が増えます。これが厄介。はい。うん。もうとにかくね、草取りがめっちゃしにくくなんですよ、草刈り、除草がね。うん。でもう一つ、物理的効果としてはその日当たりと風通しですね。日当たり、風通し、あるいは保温保湿、このあたりです。こういった物理的な効果がはっきり出ます。で、これらが良い風に作用するんであれば一緒に植える意味があるし、悪い風に作用してしまうんであれば一緒に植えない方がいい。うん。です。で、こういった日当たり、風通し、あとはその保温とか、霜よけ、などなどの効果以外の生物的、化学的な要素っていうのは正直分かりにくい。うん。効果が出てるのか出てないのか分かんない。なので、そういったものは考えずに、私は組み合わせを考えるときには物理的な効果をまず第一に考えます。で、
生物的、科学的。要は、その、まあ、天敵が集まってくるとか、土の中のね、養分の偏りがなくなる、和らぐとか、そういった点に関しては、おまけ程度に考えてあったらいいなぐらいで考えています。うん。で、今言った二つのポイント、サポート的な考え方、サポートプランという考え方と、物理的な効果を重視する。この2点で考えていくと、一番最初に挙げた、三つの組み合わせは結構いいんですよ。その例を具体的に解説していきますが、まあ、遠藤空豆に関しては、これね、過去動画出してるんですけど、遠藤を一列巻いた両側15センチずつ離したところに、また同じく一列ライ麦を同時に巻きます。そうすると、大体同じペースで伸びていくんですよ。で、12月、1月、2月ぐらいは同じぐらいの高さで伸びて、この間、このライ麦によって、風よけ、霜よけになってくれます。うん。で、さらに、風が当たりにくくなるのと、遠藤が横に流れてしまうのを防ぐんですよ。だから、まあ、柵みたいなイメージです。で、さらに、2月、3月になってくると、こっからは、ライ麦の方がぐっと伸び始めます。で、このタイミングで手入れは必要なんですよ。ちょっと上を買ってあげる。ライ麦の方が背が伸びるのが早いんで、そのまま放っておくと、日当たりが悪くなりすぎたりします。なので、遠藤と同じぐらいの高さで、ライ麦を刈り取ってあげる。で、刈り取った葉っぱは地面に敷いてあげれば、敷きわらのような効果が出ますし、で、ここまで来ると、横に倒れずに済む補助支柱的な役割と、あとはそのライ麦そのものに張って伸びたりします。ライ麦そのものが支柱的な役割をするんですよ。でもちろん、遠藤を這わせるためのネットはすでに張ってあります。だから、このメインのネットに、メインのネットから外れにくくする役割がある。冬の間は、風よけ、霜よけで、遠藤そのものを守ってくれと。こういう効果があります。で、それ、4月、5月、いよいよ、遠藤が花を咲かせて実をつける頃には、ライ麦はもう役目を終えたので、刈り取ってしまってもいいし、あんまり根元で刈り取るともう絡んじゃってるので、まあ、そういう場合はそのままにしておく。そうすると、遠藤が終わるあたりに、ライ麦の穂が出て、ライ麦を多少取れます。で、多少でいいんですよ。この、また次回の種まきに使うには多少出てくればいいんで、ちなみに他の、小麦とか大麦でもできなくはないんですけど、やっぱりライ麦の方が成長が早い、背が伸びやすい、という点でおすすめです。寒さにも強いしね。うん、で、そら豆も、似たような感じで、そら豆は、横に流れるとかじゃないんですけど、風よけ、霜よけ、そして、倒伏予防の軽い支えになります。うん。ただ、しっかり支えられるほど強くはないので、まあ、風よけ、霜よけがメインの考え方です。で、これも、そら豆に関しては、まあ、日当たりが悪くなると、そら豆の成長が悪くなっちゃうんで、遠藤よりも、さらに気を配って、そら豆にしっかり日が当たるように、ライ麦は適切な高さで刈ってあげることが必要です。はい。という手入れをする。で、さらに、豆科と稲科の組み合わせなので、地力の回復、地力の回復保持などにもおすすめです。ね、有機物をしっかり供給してくれる稲科の作物と、窒素固定をして、窒素分をね、空気から土に、窒素分を空気から固定して作り出してくれる豆科。この組み合わせは土を肥やすという点でもいい組み合わせなので、だからそういった点でもおすすめではあります。ただ、あくまで収穫は、遠藤もしくは砂豆がメインとなるよと。うん。ライ麦をしっかり収穫しようとしたら、ライ麦だけで育てた方がいいよということです。はい。で、もう一個。過去、天市の畑をお手伝いしてた時に実験でやったのが、ナスの、脇に、ニラを一列ぐらい植えると、それが、虫よけ効果だったり、病気の予防になるよっていう、比較実験をやったことがあって、これ、そこは特にね、自然農じゃなくて、有機栽培でやったんですよ。草生やさない。そこのメインの狩りの、おじさんがとにかく草生やさないようにしたんで、草生やさないけど、ライ麦は、ニラは植えてみるっていう実験をやっていて、多少効果出ました、確か。はっきり覚えてないけど、やんないよりもやった方がいいかったかなっていうぐらいの比較実験が出たし、そんな邪魔にならないんですよ。なぜなら、ナスの方がはっきり背が高くて、はっきり背が高くなっていくし、それに対してニラっていうのはせいぜい背が高くなっても、まあ3、40センチぐらいなんですよ。もうナスの実ができる、ナスの葉っぱが茂るよりも全然低いとこなんで、メインのナスの影響には何ら、メインのナスの成長には何ら影響がない。で、ニラは根っこからその抗菌物質的なものを出してくれるんで、土の健全性も保つのに役立つ。
と考えられる。だここはね、はっきり効果が分かりにくい、目に見えにくいところなんで、まあ、あったのかもしれない。あったらよかったかなっていう感じです。一応ね、比較実験した時に多少そ、ニラと一緒に植えた方が確か成果良かったんで、まあ、一応やってもいいかなっていう感じです。ただ私はあえてやりません。今は自然農でやってるから。わざわざやるほどのメリットはあんま感じないからです。はい。ってくらいかな。だから、今挙げた3つの例に関しても、やっぱり物理性を私は重視しているんですよ。はっきりと効果が出るので。うん、はい。ということですね。まあ、なので、私の場合はあくまで自然農、創生栽培、草を生やしながらやっているので、生物的、科学的、メリット、デメリットなどは、まあ、あんまり考えずにやっているんですけど、貸し農園とか家庭菜園とか狭い面積でしっかり草を取って管理したい、肥料を入れたりして管理したいっていう場合は、この、コンパニオンプランツで考えられる生物的科学的な効果なんかも考えてみるといいんじゃないでしょうか。大丈夫。言えない。チョコさんが転びました。なんとこかな。で、今言った、その物理的な効果っていうものは、その、狭い面積にいろんなものを植える、混植をする場合でも、特に重視するといい考え方です。簡単に言うと、これはまた別動画を作ろうと思いますが、簡単にポイントを言っておくと、南側には背の低い野菜を植えて、北側には背の高い野菜を植える。もう少し言うと、東側に背の低い野菜を植え、西側に背の高くなる野菜を植える。こんな感じで考えると、朝日とか日当たりが全体的に行き渡るようになります。で、半日陰が好きな野菜は、東側に植えて、西側に背が高くなるような、ナスとかトマトとか、そういったものを夏植えてあげる。そうすると、午後からは日陰になってくれるので、日陰が好きな、例えば、ミョウガですね。生姜はちょっと微妙な感じがするんで、ミョウガなんかは半日陰の方がよく育ちます。とか、半日陰でも比較的よく育つ人参とか、あるいは、レタスなんかもあんまり強い光は、強い光当てない方が良かったりするんで、そういった半日陰を好むものは、そういった組み合わせでやってみてもいいと思います。で、これに関しても、私が重視する物理性なんですよ。日当たり。というものを考えています。で、冬に関して言うと、北側に、背が高くなるもの。まあ、今の時期、背が高くなるものは麦ぐらいしかないんですけど、そういったものを植えておくと、北風を防いでくれる。ということを、考えることができます。この風当たりというものもやっぱり物理性です。はい。ということで、コンパニオンプランツをうまく、扱うには、やっぱりね、適切な知識、技術が必要になってきて、中上級者向けだと思うので、まあ、それをね、一生懸命やろうとするよりも、今回私がお話ししたような、サポートプランツという考え方と、物理性を中心に考えるという組み合わせでやってみるといいんじゃないかと思います。はい。まあ、でもね、見た目的に、サニーレタスとキャベツの組み合わせで美しいので、うまくできるように、引き続き、次もね、植えてみようと思っております。はい。ということで、今回もここまでご視聴くださり、ありがとうございました。それではまた次の動画で失礼します。今日はまだ暖かいね。